川に架かるレンガ造りの四連アーチ橋で、碓氷峠の代表的な建造物である。国鉄信越本線横川駅、軽井沢駅間の橋梁の一つで、同区間がアプト式鉄道時代に使われた。設計者は、1882年、明治15年に、鉄道作業局技師長として、イギリスから日本に招聘されたイギリス人技師のパウナルと古川誠一。1891年、明治24年着工。高崎駅と直江津駅を結ぶ路線、後の信越本線のうち、上述の区間だけが未開通だったため、急ピッチで工事が進められ、1893年、明治26年に竣工した。もっとも、開業直後から、強度不足による変形が指摘され、これに伴い、翌1894年、明治27年に、耐震補強名目で、橋脚、アーチ部の双方に対する大掛かりな補強工事が実施された。その後は、信越本線の電化を経て、1963年、昭和38年に新線が建設され、アプト式鉄道が廃止されるまで使用された。全長 91m、川底からの高さ 31m、使用されたレンガは約200万個に及ぶ。え、何あれ、あれって放送？誰か中で歌ってたんじゃないのか。300メートルだね、約。あ、300メートル、本当だ。あ、300メートルなら大したことないじゃない。ね。うん、300メートルなら大したことない。皆様、これから通りになるメガネ橋、碓氷第三橋梁は遊歩道のカーブと少し下っていくと大自然の中にその姿があります。この橋梁は高い芸術性も多くの人も利用するレンガ造りの4連アーチ式の鉄道橋。橋下から橋までの道も整備されていますから、あとの道も折り返しポイントになっている橋上は、表情は見学することができます。ごくお楽しみくださいだと。これ、メガネ橋ってある通れんの車？車は通れません。あの、遊歩道。あ、遊歩道の、うん、俺、だからその過去に、22か9の時に行った時に、ここまで歩いて行ったよ。こっからやっぱ遠いね、さっきのね。うん、遠いよね。こっからだもんね。1号トンネル行って。結構あるわ。うん。水溝があって、そうだよね。3キロだね。で、ほら、下りで15分、18分だもん。遠いよ。鉄道文化用石長とでしょ。定期的に歩けない。この時期は歩けないけど。ちょっと歩けない。うん、あっぱで、テレクが変わるからね、うん。涼しければさ、また違うけどさ、マスクしてそれだもん。そうだよね、うん、あんまり見えにしないけど、バッテリーまだ大丈夫だよ。大丈夫だよ。やっぱパッとかいたね、ここは結構、うん、無理して運転してビビって、うん、やっぱり さっきのような車もさ、2、3台いるからパッとか巡回してるんだね、うん、まあ、あ、でもじゃあなんでさ、その滑り止めをやんないんだろう。それも不思議だな。滑り止め作って、滑り止めやっちゃえばいいじゃんね。あの、アスファルトのさ、あの、お金もよ。まあ、お金かかるけど、そういうのさ、やらしたくないんだったらさ、その、アスファルトの滑り止めやっちゃうべきでしょ。群馬県で完全封鎖しかないよ。そうだね。でもそしたら、その願い橋観光できなくなって、こういうふうに今、泣いてるのって日暮らしだって。日暮らしって言ったっけ？日暮らしになってるって。やっぱそれになるよね。あ、涼しい。涼しいね。あ、これで全然問題ないや。うん。違う、全然。ねえ、ところでさ、今こうやって動画撮ってるんだけど、うちらの買い物含めたのさ、なるべく二人の姿撮んないから、うん、その動画上げちゃっていい？はい、いい？ YouTube。一応、その駐車場からそのメガネ橋までは歩くっていう散歩の。動画撮って今。うん。じゃあそうする。下ネタ禁止。下ネタ禁止。入ってるよ。思いっきり入ってますよ。それは 下ネタ言ってもいいのかもしれんけど、ちょっとネタもねえし。いや、OK。
今煽ってた、うん、おーすごい、あーそうだね、落としたまずいよね、なんだっけ今のシビックあれユーロ R だっけ、いや今の、まあ、ユーロ R って俺好きだなあれ、あーあれいいよね、うん、甘辛しいよね、何台か行けたそう、日本で2000台ぐらいしか入らなかったんでしょ、あれ何台ぐらいですか、2000あったっ、2000あったよ確か、ででもさ向こうのフィットが別なんでさあのシビック、あー実は、うん、シビックの車体じゃなくてフィットが別だって感じ、形が一緒だよね、うん、でも何気にかっこよくていいんだよなあれ、ユーロ R ね、夜は真っ暗だな、まあそうやね、夜真っ暗だね、うん、これだメガネ橋、あ、ほら歩いてるよ、上人がね、歩いてるじゃん、うん、どこから歩くの、これ上がる、あ、上がってみる、うん、あ、上がれるよ、うん、確か上がれるよ、上がってみようか、上がってみようかね、大丈夫だよ、すごいね、すごいね、これ全部レンガ積みなんでしょ、ね、すごいよ、すげえ技術だよな、でさレンガの一つ一つが小さいの、うん、そういやそうだね、積み重ねてやったんでしょ、すごいわ、すごい、すごい、うん、そういうふうに、あーすごい、涼しいな、涼しいね、気持ちいいや、日陰でこんな変わるんだね、今日31度あるっつうのにここは全然涼しいや、10度ぐらい違うんだよ、10度そうだね、結構急かもしれないね、おお、あ、涼しい風が、さらに冷たくていい風が、
怖い。右側行くわ。そうだね。